越中国は、かつて日本の地方行政区分であった、両政国の一つ、北陸道に属する、現在の富山県にあたる地域である、5世紀代に設置された西部の伊水国像、リハシア、東部の鳥取部士族の領域が律令制の施行に、伴って統合された。7世紀末には、越国が分割されており、後の越前国、越中国、越後国の前身となる。 行政区分が置かれていたと考えられている。大法元年8月3日同2年10月14日までに大法律令が制定され、全国的な施行に至ることから、遅くとも、この頃までには、両政国としての越中国が成立していた。律令施行時の大法2年3月17日に、越中国の四軍を分かち越後国に属するという記録がある。これが、 文献上の越中国の初見である。越中国は、都並郡、伊水郡、根井郡、新川郡の4郡で構成される、両政国となり、現在の富山県とエリアを、ほぼ同じくする。養老2年5月2日に、越前国、天平18年に、大友やかもちが国師として赴任してくると万葉集の、数多くの歌が読まれた。天平法治2年、越中国に液礼が初めて設けられた。 放棄6年3月2日、大正メインを設置した。延暦23年6月10日、上国に定められた。越中には、大きな勢力がなく、豪族や国人と呼ばれる、小勢力が散らばっていた。彼らは時世に従い木曽吉中や北条氏の支流で、守護名古屋氏、桃井忠常などに協力し活躍した。室町時代には、桃井氏や柴氏との抗争を勝ち抜いた畠山氏が、 守護職を得て守護大名となったが守護自身は在京して現地の統治は神保氏といった守護大に任せることが多かった。明王の政変で神保朝政の手によって将軍足利義材が法上津に迎えられ一大政権を築きっぱなし精神幕府と称された。この頃に浄土新宗が広まり一行一揆も多発した。戦国時代になると守護畠山氏は 神保氏と仲互いをし、代わりに、文家の野と畠山氏の力を借りて、統治を維持しようとしたが、機内における内紛が激しくなる中で勢力を失った。そうした中、神保氏をはじめとする畠山氏の悲観の氏族が、台頭する、新川軍の守護代である椎名氏が、越後長尾氏の支援を受け、伊水軍、寧イ軍の守護代である神保氏と構想をはじめ、 越中大乱と呼ばれる争いが勃発した。この構想は、上杉氏側の国人が勝利したが、敗れた神保氏も、織田信長の支援を受け、柴田勝家を司令官とする織田氏の北陸侵攻が始まり、やがて、越中の上杉氏の勢力は駆逐されていった。本能寺の変で、信長が応死した後、柴田勝家の支援の下で、笹成政が越中を統一したが、勝家が、 橋場秀吉に敗れると、成政は秀吉に起伏せず、秀吉法方の隣国の加が、のとの前田利家と争った。前田氏を支援した、橋場秀吉による富山の役により、成政は敗北。その所領は、新川軍のみとなり、とな軍、い水軍、ね軍は、前田氏に与えられた。江戸時代初期には、ひ方氏の布主犯があったが、のと国内の領地と交換して、 越中全域が前田寮となった。後に加賀藩の師藩として、富山藩が置かれたが、国内の大半は加賀藩寮であった。その後は開域されることもなく、廃藩地県を迎えた。越中国庁市越中国森監視国府は、伊水郡にあった。現在の高岡市伏木古国府。現在の小工寺の付近が国府跡とされており、境内に越中国庁誌の石碑が建てられている。 また、近くの高岡市伏木気象資料館が、東館という障子名から国士館跡と想像され、国盛監視の石碑が建てられている。しかし、敷地内からは旧世紀の建物跡が発掘されているが、奈良時代のものは確認されていない。平安時代末に新港に移されたことがあり、大平記には新港での戦いが記録されている。国武装置は、 現在の高岡市伏木市宮にあり、桁神社の近くの国分寺跡に薬師堂が建立されている。天寺の遺構は現在まで発見されていない。演技式内社、演技式新名帳には、大こそ一社一座、社三十二社三十三座の、計三十三社三十四座が記載されている。すべてのリストは、越中国の式内社一覧を参照。大こそは、 伊水郡にあったとされるが、写本により、移動があり、以下の二社の説がある。そうじゃ、一宮の都国が、越中国の一部であった時代、越中国の一宮は、現在の桁大社であったが、能都国を分立する際に、二宮であった伊水神社が、越中国一宮とされた。白山美名神社の社殿、白山木には、二神が、もともとの一宮であったが、新桁に、 一宮を取られたとあり、桁大社から分子して、国府の近くに新たに創建された、桁神社が力をつけ、二条と新桁とが勢力争いをした、結果、新桁が勝って、一宮を名乗るようになったということになる。演技式の写本における、明神大社の移動もこの勢力争いの結果によるものとみられる。ただし、桁神社は新しく作られた神社ということで、 名神大社でありながら、伊水軍の最後に書かれている。後に、桁神社の社税が衰え、また、平安時代末の一時、国府が、波軍に移された関係から、波軍の高瀬神社が一宮を名乗るようになった。室町時代の、大日本国一宮記では、越中国一宮は、波軍の桁神社としているが、これは同じく、大名討の命を祭神とする桁神社と、 高瀬神社を混同したものとみられる。一宮について、各国一社のみを記す書籍では、大日本国一宮記の地名の記載の方を、生として、越中国の一宮は、高瀬神社と記しているものが多い。だからといって、高瀬神社のみが一宮であるということでもない。江戸時代に、全国の市宮を巡拝した、立花の三期は、越中の市宮は、隣郡にあるらしいが、 それらしき者は見えず都市、井水と桁にのみ参って、高瀬には参っていない。中世に書かれた新東集では、越中一宮は立山権元であると記されている。これは中世以降の立山信仰の普及に伴い、その中心地である立山権元が一宮とみなされたものとみられる。現在では、井水、桁、高瀬、小山の四者ともが、腰中国一宮とされ、 全国一の宮会に加盟している。以下四軍は、大砲二年三月に、越後国へ行かん以下四軍は、天平十三年十二月天平法事元年五月の、能登国が、越中国に併合された期間のみ、越中守る、編集越中介、編集編集、越中目、編集、越中目、編集、越中目、編集、越中文雄、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集別称、越中は、 越前国、越後国と合わせて、または単独での故障。日本初期、児童天皇6年9月期中上、俗日本期、文部2年3月定皇上、俗日本期、大宝2年3月更新上、俗日本期、天平法寺2年9月定友上、日本語期、延暦23年6月期中上、休校休料取調べ帳は、越中国分が欠けているため、 木村石津への手により、伝報号調をもとに作成され、日本資料選書13休高給料取調べ帳、中部編に掲載されたデータが、国立歴史民族博物館によりデータベース化、されている。ありがとうございます。